夏のインターハイなどスポーツや文化の全国大会に出場する高校生たちの激励壮行会が今日県庁で行われました。会にはおよそ190人が参加し、岡本哲夫教育長が全力で臨んで思い出深い大会にしてくださいと激励しました。これに対し県の代表に選ばれた選手たちが力強く決意表明をしました。今まで支えてくださった全ての方々への感謝の気持ちと、コロナ禍での悔しさを最高のエネルギーに変えて正々堂々とプレーし、粘り強く戦い恩返しします。県内からは昨日の時点でインターハイには29競技506人、定時制通信制体育大会には5競技43人、全国総合文化祭には19部門290人が出場を決めています。